さあナックラーを探す旅に出ようか。見つかりましたね。いつものメサ地帯に普通に湧くからね。きっとすぐに見つかるんじゃないかな。おっと、ここで伝説のポケモンが湧いた。砂漠ってことはいつもの彼ではないみ。誰ですかあの巨大なポケモンは。このポケモンもすごいですよ。このポケモンの名前はフーパ。ボルケニオン同様幻のポケモンで、通常プレイでは手に入らないんですよ。またそんなレアなポケモンが湧いたのか。本当にこの辺りはすごいんだな。今ちょっとビブだと戯れてる時間じゃないんだわ。実はこのフーパ、キラテナのように、フォルムチェンジができるんですよ。そうなんだ。今のフォルムで十分強そうなんだけど、これがもっと強くなっちゃったりするのかな。いや、その楽なんですけどね。普段はさっきのフォルムではなく、もっとおとなしい感じのフォルムなんですよ。なんというか子供っぽいというか。まあそのフォルムも時期に出てくるでしょ。その時にその姿を拝めばいいや。ちなみにこのポケモンも映画のメインとなったことがあるんですよ。まあそんな感じはしてたよ。ということでフーパでした。相変わらずの大雨です。この雨の中、今回は何をする予定で。ボングリが結構集まってきたからね。多くのポケモンを手に入れたいから、たくさんモンスターボールを作りたいんだよ。そのためにはボングリの他にも鉄が必要だからね。今回はまず鉄を取りに行こうかな。ってことは洞窟探検ですね。そうだね、洞窟内にもポケモンはいるかもしれないからね。探索をしつつ鉄を手に入れていこうかな。さてまずは洞窟を見つけないとね。あ、このポケモンは、ネリープですね。馴染みのあるポケモンですね。新王シリーズではうちのエースとして活躍してくれてる。電流系統だよね。このシリーズでもぜひとも活躍してほしい。ということで残り一つのハイパーボールにかけるよ。さすがにメリープぐらいは捕まえれるのではないかと。ここドラもハイパーボールで入ってるからね。徐々に評価は上がりつつあるよ。そしてやっぱりメリープの特性。静電気は健在だね。触れればほぼ核でまひる。これが電流系統の強さ。さあ入ってくれよ。よし、ゲット。なんとか残り一つで仲間にできました。これからよろしくな、メリープ。以前よりもグラフィックが良くなってますね。ポリゴンみたいなカクカクのやつから滑らかになってるね。より一層可愛さが増しております。ステータスはこのようになっております。性格は控えめ。特攻が上がりやすく、攻撃が上がりにくい。電流にはもってこいの性格ではないでしょうか。こりゃ電流の力を最大限に活かせそうだ。さて、この辺りの洞窟探索をしようかな。鉄の他にもピクセルモンで追加された鉱石たちをまだ紹介しきれてないから、その辺りも見つけていきたいね。っていうか今金鉱石あったよね。これか。どうしてこんな浅いところにあるんだ。おそらくこの辺りは金鉱山だと思われます。金が通常よりも取りやすい。かつ金がこういう浅いところでも取れる。メサバイオーム近くによくあるのではないでしょうか。実際メサバイオームの近くにあったしね。あ、松明持ってくればよかった。真っ暗で目を凝らさないと何も見えない。そういえば暗いところにいると目が慣れてある程度見えるようになるよね。それってマイクラにもあったりするのかな？そういうのは明るさ調整で変えるんじゃないですかね。じゃあこれ以上明るくはならないのね。石炭を見つけて無事明かりを灯せました。ということでしばらくこんな感じに採掘が続くので、前回のコメントだったり、Twitter のリプライの返信でもしていきましょうかな。そういえば Twitter の方で、動物の森のアプリがそろそろリリースされる、というのを見たんだけど、皆さんはプレイしますかね？私は動物の森はあまりやったことがないので、このアプリリリースを機に、動物の森にハマっていこうかと思ってるんですが、まあ実際マイクラとジャンル的には少し似てる感じがありますからね。私って育成系ののんびり系のゲーム、割と好きだからさ、実際このマイクラもかれこれ5年ぐらい続いてるからね。アプリのハマり度次第では、本家の方にも手を出そうかと思っております。スイッチバージョンで発売されるのはいつになるでしょうかね。まあ今年中はないと思いますけど。それは私でもわかるよ。ハンマーはエンチャントで耐久と効率をつけると早くボールのパーツができますよ。ここからコメント返信です。どうやらピクセルモンで追加されたハンマーにも、エンチャントをつけれるようですね。しかし私未だにダイヤを発見できておりません。というかブランチマイニングをする気が全く起こせません。ピクセルモンも実際ダイヤが必要かって聞かれると、まあそうでもないですしね。ダイヤ装備作ったところで敵モブが出るわけでもないし、実際戦うのはポケモンだし。ネタキャラとかしつつあるボルケニオン。彼の居住区域があのメサですからね。幻とは何だったのか。ここドラに続きナックラーって重いポケモンばかりですね。それを緩和するがごとくメリープを導入しました。ていうか新参のポケモンを全く入手できてない。古参ポケモントレーナーがピクセルモンをやるとこうなってしまうんです。新しいポケモンの知識を導入するためにこのシリーズを始めたんじゃ。実際ボルケニオンといいクーパといい、新しいポケモンの知識は導入されつつあるよ。何もゲットするとは言ってないしね。伝説のポケモンの中で何が好き？パルキアとカルギアですね。あ、ルギアは幻のポケモンか。映画のタイトルにも入ってましたからね。っていうか伝説のポケモンと幻のポケモンの違いって、何なんだろうね。伝説に残るほどの強大な能力を持ってる。例えばカイオーガとかパルキアとか、幻のポケモンは、能力は伝説のポケモンほど長けてるわけではないけど、強力な能力の持ち主、かつめったに姿を現さない。といった感じなんじゃないですかね。自分なりに解釈してみたんですけど。まあそんな感じなのかな。でもルギアって伝説のポケモンに分類してもいいと思うんだけどな。だって羽ばたくだけで40日間嵐が続くんだよ。パルキアとかは空間を操ってるんですよ。天候とかの次元じゃない気がするんですが。っていうかさっき紹介したフーパも空間を操るとかどうとか。容姿は全く違うけどもしかしたら、能力的には類似してたりするのかな。多分そうですね。だとするとディアルガに似た、時間を操るポケモンがまた出たりするのかな。それは後々期待するということで。ぼんぐり畑も色で分けたら見栄え良いかと思います。やっぱりそういうところも気にしちゃうよね。ちなみにぼんぐりの色はまだコンプリートできてないので、また別の場所に本格的なぼんぐり畑を作ろうかなと思ってます。今の功績一瞬ダイヤかと思ったけど、クリスタルだったね。紛らわしい。いい感じに鉄が集まった。引き上げようとしたら伝説のポケモンが湧いたので、操作してます。場所はメサオカの林地帯。ランドロスが湧いたところですね。夜なので少し見づらいですが、見逃さないようにしていきたいところ。でもまあ伝説のポケモンだから、めちゃくちゃ目立つからすぐ発見できるとは思うけど。しかも場所は結構限られてると思うし。うお！ランドロスに続き今度はテラキオンですか。すごいね、2回連続で一種の伝説のポケモンに巡り会えるとは。でもまだレベルの差があるな。一体いつになったら伝説のポケモンたちと渡り合えるのでしょうか。そろそろパーティーの自力を上げないといけないよね。いつまでも干渉しててもリスナーさんもうんざりするだけだし、まずはこのテラキオンのレベルに到達しないとな。ということで次回はレベリングパートにしちゃいましょう。まあそれは後々考えるということで。おっとサナギラスを発見。2匹目。さらにこちらにハヨギラス、仲間にしたいけどあいにく地面はナックラーで埋まってるんだよ。それにヨギラスをパーティーに入れたらより一層重苦しい感じになっちゃうしね。そうしてまた奥の方に大型ポケモンを確認。早速行ってみましょう。メガ風鈴ですね。このポケモンは結構な頻度で見る気がするな。っていうかメガ進化ポケモンは場所を選ばずに湧くのかな。基本どこにも同じポケモンが湧いてる気がするんだけど、でもまだ目撃できていないポケモンも数多くいますよ。メガミュウツーだったり、っていうか原始回帰したポケモンも出現するんでしょうかね。さあそれはどうなんだろう。でもメガレックウザは目撃できたし、原始海王ガと原始グラードンもいるんじゃないかな。きっといつか湧くと思うよ。そういえばスライムはベトベターが落とすようですね。ヘラクロスも落とすとかいう噂もありますけど、でもベトベターは今のところ発見できてないんだよな。ベトベターは沼地にいそうな感じなんですけどね。もしかしたら湿地帯にいるかもですね。メサや砂漠の乾燥地帯にはいなさそうだもんね。っていうか砂漠に伝説のポケモンが湧いたみたい。砂漠ってことは砂の上に湧いたってことですもんね。砂漠って言ったらこの辺のわずかなスペースしかないもんね。フーパも実際にここら辺で湧いたわけだし。あ、そういえばグラードンは砂漠に湧くようですね。コメントで教えてもらいました。ありがとうございます。でも個人的には海王ガの方が欲しいかな。海王ガは明らかに海で湧きますからね。主さんが海の上で漂ってたらもしかしたら湧くかもですね。今度ボートの上で1週間ぐらい生活してみようかな。っていうか伝説のポケモンが見当たりませんね。ひょっとしたらここら辺の他にももっと広大な砂漠があったりするのかな。まあそれは一理ありますね。メサを越えたところにもしかしたらドカンとでかいのがあるのかも。メサの方にも探しに行ったけど、結局何もいなかったよ。ってこいつじゃないのか。お、このポケモン、フーパですよ。これがあのフーパ。さっきと容姿が全然違うけど、やけにミニマムサイズになったな。これがさっき言った別のフォルムのやつですよ。ああ、そういえばさっきフォルムが2つあるとか言ってたな。でこれが普段の姿ってことか。そうですね。動画の初めで目撃したのが、力を解放した姿ですね。まあ明らかにそうだよね。でもフォルムチェンジでこれほどの変化があるポケモンは、このフーパが初めてなんじゃないかな。そうかもしれませんね。デオキシスやギラテナもフォルムチェンジしますけど、こんなに変化することはないですからね。こんな可愛らしいやつがあんな化け物になると考えると、ポケモンって外見だけじゃないんだなって、つくづく思わされるよ。奥の方でバックロンが暴れてるので今回はここまで。ではまたお会いしましょう。なんですかその唐突で変な終わり方。普通に異常風波でしたで終わった方が良かった。